この番組はご縁の輪を広げて素敵な化学反応を起こそうをコンセプトにスタイリストが行っています。今日のゲストは笠木留美子さんです。広げよう友達の輪はい、留美子さん、はじめまして。どうも、はじめまして。あのね、Facebook ではつながらせていただいているので、いろんなお写真は拝見してるんですけれども、今日はじめましてなんです。はい、簡単でいいので自己紹介していただいてよろしいですか。あ、はい、ですね、吉祥寺で美容室、ヘアサロン、ソルシエを経営しておりまして、まあ、自分自身でも、ヘアスタイリストとしてサロンに立ってます。で、そうですね、美容歴、なんだかんだ40年になってしまったって、もう年がバレてしまうでもすごく美容師で仕事が大好きで、今もすごく楽しい毎日を過ごしてます。はい、もうね、素敵でしょ、この髪の色ね、すごく本当に素敵です。で、まあ、スタイリストっていうことで、ファッションチェックっていうのをさせていただいています。素敵な、もうね、情熱の赤で来ていただきました今日はそのご衣装を選んでいただいたのは何か理由がありますか。はい、ですね、まず一番最近購入させていただいたお洋服でもあり、新しい、その鮮度が高いっていうことと、実はですね、シンデレラプロジェクトを一緒に、はいはい、やっていただいて、一緒にやっている三村はじめさん の、うん、デザインされたコスチュームで、さすが、そうなんですよ、うん、で、お着物の素材でお洋服をデザインされている三村さん、本当ね、地模様というかね、地柄と言っていいんでしょうか。はい、はい、で、おそらく私、自分自身からはなかなかこう選ばない色ではあるんですけれども、うん、なんか意外と着るとすごく着心地が良かったりとか、なんかこういつもの自分のテンションとはまた違った感じのテンションに、なんかモチベーションが上がってしまうっていうぐらいの、なんかすごく、なんかやっぱりお洋服の力ってすごいなっていうふうに思って、今日はですね、一番こう新しいお洋服を着てまいりました。はい、そうそう、そういえば、前回出ていただいた三村さんは一世三宅さんにねってお勤めだったっていうことで、今私アンリーのスタイリストをちょっとやっているんですけど、ビルボードのまさに一世三宅さんの今回お洋服で赤だったんですよ。で、本人的にもすっごいテンションが上がるってね言われていました。色の力大きいですよね。もちろんデザインの力も大きいんですけど、で、今年ね、私は赤は自分的にはテーマなんですよね。まあ、還暦でもあるので。そうなんですね。はい、はい、なのでね、赤、ちょっと惹かれちゃいます。頼んじゃおうかな、私も身胸に。あぜひちょっと今、黄色い服は決まってるんですけどね、なんか惹かれちゃいますね。はい、美容師歴40年ぐらい。はい、もう最初から美容学校ご卒業っていうことなんですか。ですね、実はですね、高校卒業して、はい、実家が秋田なんですけれども、はい、高校卒業して働きながら資格を取るっていうことで、はい、働きながら、そうですね、高卒で入りました。すごい、もうそこから美容師さんしかしていないってことですね。しかしてないですね。で、吉祥寺にお店を出されて何年ぐらいなんですか。ちょうど私が経営する、独立してからは7年になりますね。それまでは今のサロンが、はい、まあ、当初以前に働いてたサロンのグループ店だったので、そこからのグループ内独立から始まって今完全独立に至る形ですね。で、なんかFacebook で拝見させていただいてるんですけど、はい、この番組にもね、よく一番最初に出ていただいた小野寺真理子ちゃんが、はいはい、そこでね、ウォーキングレッスンしてるんですよ、はい、だからすごい広いじゃないですか、はい、美容室もう本当にあの通り広いんですか。そうですね、全部セット面とか椅子を、うん、全部避けて、でも2フロアに分かれてるので、うん、1フロアを使っているので、うん、そうですよね、まあ結構広い方かなっていうふうには思ってます。で、そこでなんかこうスタジオみたいにしてお写真も撮られてるじゃないですか。そうなんですよ。で、三村さんがおっしゃっていたシンデレラプロジェクト、はいはい、で、このプロジェクトについてちょっとお聞きしてもよろしいですか。ぜひ、はいはい、どんなプロジェクトなんでしょうか。ですね、まあ、最初の撮りかかりが、私もなんかそういった写真とか動画とか、はいはい、そういうのちょっと撮りたいな、大人女性に
の方たちをこうちょっとお席にしていきたいなっていうので、ちょっと道具を取りたいなって思った時に、はい、あのちょうどあの三村さんのご紹介で、はい、竹道さん、はい、あのフォトグラファーの竹道さんなんですけど、はい、がお越しになって、まあ、こんなことしたいんだよ、したいんですよねって言ったら、ミキさんがあやりましょうよっていう、まあ、そのノリのきっかけで、そしたら、あ、まあ、私明日三村さんと会いますっていうか、お洋服もね、あの私できたら三村さんとは会った時から、うん、あ、なんか三村さんと一緒に仕事したいなっていうふうに、なんかずっとずっとずっとひそかに思っていて、なんかそういうタイミングもあったりとかして、うん、その竹道さんからの一言で、うん、あのちょうどそれが実現したという、うん、でメイクが、はい、あの私の妹、2つ下の妹なんですけど、はい、メイクやるっていう、はい、それで4人で、はい、あの結成したのがシンデレラプロジェクトで、ちょうど時代性にも、はい、大人女性がすごく素敵に輝くって言って、うん、もうこれからは本当に60代、70代、80代、まあ、自分自身もその世代をこう追っかけていくんですけど、うん、やっぱりそういう方たちをなんか素敵に、逆に言ったら私自身も見本になりながら、うん、なんかそういう人たちを輝かせるなんかきっかけになれたらいいななんて思って始めました。私とね、その小野寺真理子ちゃんの共通 の、はい、あの友人でもある、はい、お友達も結構たくさん出ているんですけど、そうですよね、これが本当にビフォーアフターがねすごいんですよ。あの本当あの興味がやっぱりね、美っていうことに対してはいくつになっても女性はね興味があるじゃないですか。でシンデレラプロジェクトってどういうふうに検索したら、まあ、もちろんこちらの説明欄にも添付貼らせていただきますが、一般の方が調べるにはどうしたら検索に出てきますか？ですね、あの吉祥寺シンデレラプロジェクトっていうふうに、はい、あの YouTube の方でちょっと検索していただいて、はい、そうすると、まあ、どんなことやってるかなっていう、まあ、あのビフォーアフターの2つのイメージの違いだったりとか、はい、まずそこでちょっとあこんな風に なるんだっていうのをちょっと見ていただいて、うん、はい、あとはもう個人的にあのメッセージいただいたりとかいただくと、あの、はい、YouTube で吉祥寺シンデレラプロジェクト、ね、YouTube もどのくらいもされてるんですか？ちょうどそのシンデレラプロジェクトが始まったのが去年おととしの6月からでして、はい、7月から配信しているので、うん、もうそうです。もうすぐ2年くらいに、うん、2年弱ですかね。はい。じゃあもうぜひぜひ皆さんね、変身願望があったり、例えばなんかこう記念に残したいとかね、はいはい、なんかこうちょっと日常の自分じゃない自分と出会いたいとか、うん、そんな方はぜひぜひシンデレラになっちゃってください。はい。ね、プロの4人の方がデザイナーさんと、うん、あの笠木さんのようなあのメイクヘアさん、そして妹さんがメイクさん、そしてフォトグラファーのプロの4人があなたをシンデレラにしてくれます。いいですね、シンデレラになりたいですよね。ぜひ皆さんこう還暦のタイミングでやられる方もいらっしゃる、今あの予約待ち、予約をその還暦のタイミングで、あの入れられてる方もいらっしゃるので、なるほど、すごくなんか自分へのご褒美であったり、うんうん、なんかこう次のステップに向かう、うん、なんかこう大きなきっかけになるんではないかなって思うので、うん、で何よりも私たち自身が楽しんでるところが、わかります、最高になんか、なんだろう、生きててよかったじゃないですけど、わかります、ワクワクする、ね、そのワクワクってすごくこう、はい、何あのつながっていくし、はいはい、伝染していきますよね。はい、うん、ね、素敵なシンデレラプロジェクト、楽しそう、本当楽しそうなんですよ。そうなんです。そこでもうエネルギーがわーっと後でなんかカクンときてるんですけど、でもそれがまたなんか毎回毎回なんかそこに向かっていく、うん、なんかやっぱり私自身も美容師っていう仕事をしていて、やっぱり自分がこう、うん、カットとか、うん、イメージこうなんか部屋を変えることによって、あ、こんなになんかだんだんこう顔の表情からこの内面まで、うん、もうなんかすごく素敵に輝くんだなっていうのがすごくなんか実感できてすごく嬉しいですね。ね、わかります。私もね、はい、あのスタイリストになったきっかけは、はい、魔法使いに憧れてたんですよ。あ、すごい。そうだからもう魔法使いになりたいなって小さい頃から思ってて、あのそれこそシンデレラっていう、うん、あの絵本を読んで、みんなシンデレラに
こうなんかだいたいシンデレラに目線が行くじゃないですか、はいはいはい、私は魔法使いに目線が行ってしまって、でずっと小さい頃から魔法使いになりたいなと思って、大人になって出会ったのがスタイリストっていう職業だったんです。そうなんですね、すごい素敵ですね。ね、同じですねコンセプトは、はいはい、嬉しいです。はい、ね、そして笠木さんの、今日はお宝を拝見したいなと思ってるんですが、どんなお宝を持ってきていただいたでしょうか。はい、ですね、今日、持ってきたお宝は、はいはい、これもやはりあのこの間の三村さん の、うん、あのお洋服の展示会で一緒にあの、うん、出されていた立花陽子さんという、はい、絵付けの方でもあり、うんはい、いろんなデザインされて、はい、その方の作品で、はい、もう一目見た瞬間に私これが欲しいって思いまして、ね、ちょっとあの購入させていただいたんですけど、はい、あのすごくなんかやっぱりその作られた方のセンスと相性がたっぷりな部分と、すごくそれに惹かれた部分もあって、今日ちょっとご紹介しながら、ちょっとその気になるんですけど、はい、この真ん中の、そうなんです、真ん中のその絵柄が、そうなんです、ね、すごく素敵、もう何点かあるんですけど、はい、もちろんです、拝見したいです。こちらとこちらもそうなんですよ、はい、ここに書いてあるのがその陽子さんの、はい、あのデザインされた絵付けをされた、すごくなんかあのエレガンスで、あの本当に丁寧に描かれてる、はい、だからすごくなんか一つ一つを大事にされて、きっとあの陽子さん自身のなんかあの人生とか生活のイメージもなんかきっと大切にされてるんだろうなっていうのがすごく伝わるので、とてもなんか。なんかそれって特別な手法で描かれてるんですかね。ですね、はい、なんかあの九谷焼でしたっけ、九谷焼に、あの陽子さん自身のオリジナルの絵付け、もともとなんかすごく絵付けの、いろんなものを、お皿だったりとか、もう本当にびっくりするほど繊細で丁寧で、しかもすごくセンスがよく、で今回これはなんかあの陽子さん自身も、多分私しかいないというぐらい、あのこういうものに絵を描くっていうのは、なかなか丸いものに描くっていうのはとても難しいっていうふうに言われていて、すごいその、まあ、やっぱりあの選ぶ力っていうのを、まあ、うちも提案してるんですけど、ストーリーですよね。その作家さんとかものを作る三村さんの作品もそうですけど、はい、その方の作り手の背景にあるストーリーっていうところにすごく惹かれますよね、はい、うん、素敵なものをね、お宝をありがとうございます。それなんかちょっとこう重みもあるんですか。そうなんですよ、あのそうですよね、これはですね、本当に皆さんにちょっと、あ、いいですか、心地よいこう、あ、そんなに重くない、はい、あの思っていたより重くないです。で、つけ心地がすごくいいんですよね。で、なんかすごくもうこれ一つで主役になりますよね。そうなんですよ、はい、あ、ぜひなんか陽子さんにもお会いしたくなってしまいますね。はい、ありがとうございます。素敵な、やっぱりね、ものを選ぶっていうところもセンスですよ、皆さん、はい、素敵な作品ありがとうございます。シンデレラプロジェクトも楽しみだし、ね、今後のなんかシンデレラをたくさん生み出していただくっていうのもまた楽しみです、はい、今日は笠木さんにおいでいただきました。皆さんぜひリンクを貼っておきますので、シンデレラプロジェクト気になる方は検索してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。